はい、あるものが届きました。見たら分かると思うんですけど、パソコンです。パソコン買っちゃいました。自作 PC。 じゃあ早速開けていきたいと思います。依頼して作ってもらいました。ここならっていう、その、なんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、フリーランスみたいな方たちがそこで仕事を請け負うみたいなのがあるんですけど、そこで自作 PC を作ってくれるっていう、フリーでやられている方がいるので、その人にお願いして作ってもらいました。僕はパソコンの知識はほとんどないんで、いろいろ案も出してくれるんですよね。お客さんを言ったら、そのこれぐらいの、そう、このパーツを買えばこの予算内に収まりますよみたいなご提案もしてくれるんで、まあ、すごい良かったです。で、値段もそんなに高くないんですよ。いろいろ、まあ、送料とかは、送ってもらわなくちゃいけないんで、送料かかって2000円ぐらいですね、送料が。で、あとはパーツは自分で頼んで、送付先をその相手側の住所に送るだけなので、作ってもらうのがだいたいサービス料が3000円ぐらいだったんで、本当に5000円ぐらいしかかかってなくて、で、あとは本当にパーツ代で、今回、最初予算を、あ、まずこれを話そう、そもそも、いや、とりあえず出しますすげえ、めっちゃ重い。ああ、なるほどね。これで収まってた。このケース、元々のケースの入れ物で、多分僕完成したのを入れてるって感じですね。出てきました。やばいっす、机パンパンっす。ちょっとでかいな、このアームを。こっちに持ってこようか。でかい。グラフィック、こんなでかいんか。グラフィック、グラフィックボードってやつですね。こいつが一番高かったっす。 RTX の3080、これが今だから高いっていうのもあるんですけど、これ18万しました。こいつが、これが18万。やべえ。じゃあ今から電源の方をつけていくんですけど、なんかこういう電源とかそういうのもなんか全部教えてくださるんで、で、動作確認とかも全てやってもらってるんで、で、改めて自分でつけてみて、とちゃんと動くかっていうのをチェックして納品になるって言ってました。なので結構本当に楽です。時間もかからないし、作ってもらえるんで、まあ、作れる方は全然自分で作っていいと思うんですけど、僕は多分これを組み立てる時間もいろいろ考えたら、お願いした方が多分コスパがいいと思ったのでお願いしました。はい、一応コンセントとかつないだんで電源入れます。ああ、そうだ、一応つながったんで押します。電源入れます。おお、すげえやば、めっちゃ光るし、めっちゃ回るやん。すごい、これ夜だったらもっとやばいんだもん。すごい、血
元気みたいだわ。おお、すげえ、もう開いた。設定してあるんで多分すぐ開いたんでしょうね。すげえ、やば、めっちゃ回るやん。この LED も変えれるって言ったっすもんね。変え方分からんけど、っていう感じです。はい、こんな感じで光ってます。で、まあ買った理由は、最近 GoPro でいろいろインカムも買って、みんなで走るようになって、データ量がすごい重かったんで、この Mac じゃもう編集ができなくなってしまって、だからちょっと高いの買って編集効率を上げようかなと思って今回買いました。まあいろいろテーブルがちっちゃいとか気になるとこはあるんですけど、この辺もちょっとおいおい変えていこうかなっていう感じです。で、動画編集やってる方とかは分かると思うんですけど、 Mac のこのトラックパッドっていうんですけど、これが編集してる人は結構めちゃくちゃ重宝するんですよ。拡大縮小とかも簡単なんで、だから僕は買いました、 Apple のトラックパッド。アップルですけど Windows でも使えるっていうね。まあアプリダウンロードしたりしなくちゃいけないんですけど、まあそれさえすればアップルのトラックパッドも使えるんで、めちゃくちゃいいです。で、まあ自分で作ったんじゃないんで、なんか説明とかもあんまできないんですけど、まあ編集の方頑張っていこうかな。あ、編集は今僕とリトルが基本的にやってます。リトルの方が今増えてますけど、編集は。でもまあ多分今後いろいろ走ったりすると、多分一人じゃ今後走ったりが増えていくんで、まあ二人でちょっと頑張って編集していこうかなっていう感じです。ありがとうございました。